ル。リトンです。ポロトンです。ライトンです。ママトンです。ライトンチャンネルです。今回はですね、こちら赤ちゃんのプチアイスを作ってみたいと思います。僕のおやつで。初めてのね、アイスということで、こんな商品あるんだろう、ブタちゃんパチパチパチね、こんな商品あるんだね。これはピジョンさんから出てる12ヶ月頃からあげられるというものですね。ピジョンこちらですね。はい、ということで一応材料はこの、箱と、あと牛乳牛乳うん、もしくは育児用ミルクを加えてできるそうです。牛乳じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ開けてみてください。はい、出た出た。型というか。型ありますね。うん、と、まず切り袋切り離してください。はーい。一番目。はーい。気をつけてね、気をつけてね。はい、切り離しました。はい、60ミリ。2袋分か入れてきました。うん、でここに。ここにもう2袋全部入れましょう。あ、全部2袋分ね、一気に作っちゃいます。はい。いいし。もっともっと混ぜ混ぜダマにならないようにしっかり混ぜましょう。すごい興味津々だね。お兄ちゃんやってんのってまだ覗いてる。見せて。どうでしょう。どうですかね。どう。ちょっといいんじゃない。いいね。このぐらいずつ入れようか。こちらね、ラップをしっかり巻いて冷凍庫で3時間以上冷やしていきます。3時間以上ね、凍らせました、はい、で今ね、3つのうち1つをちょっとカットしてきたんですけど、まあ、1食につきこれ1個らしいので、まあ、これをね、お皿に入れて。あー、すごいよだれ。よだれやばいよね。よだれやばいな。すごい、ポコって出る、ちゃんとほら、ポコって。おで、少し溶けて柔らかくなったらちょっとずつこう削るようにしてあげてくださいって書いてあった。うん、座ろうか、るいちゃん。ここ座って。よし。さてさて。そっちから行く。そっちから行く。パチパチ。できてない。前行こうか。前から。そっちから。そっちから行く。はい、こんな感じ。せーの。はい、開く。おお。この笑顔。冷たい。この笑顔。はい。これを削る感じ。削り方って。こんな感じ。こんな感じ。抜けてきてますね。きた。はい。あー。パク。あー、美味しい。美味しいね。あー。めっちゃいいね。これは美味しすぎる。はい。どうですか、ルくん。美味しい。いい顔すんだよ。いい顔してるね。パク。どう？うまい。うまい。うまいねこれ。硬いでしょ。いや硬いじゃなくてうまい。そう。あ、全然うまい。え？結構ね、なんていうの？普通のアイスよりも濃厚。ミルク感が強い。ミルク感がすごい。おー、美味しいやつや。これはうまいわ。じゃあライトも一緒に。いや、マジでうまい。え、こんなにミルク感すごいの。ミルク感っていうか、なんていうの、脂肪感。うんうんうん。美味しくない？濃厚だけど、確かに脂肪分が半分って言ってんじゃん、うん、だから、後味はさっぱりだ。あ、なるほど。おー、美味しかったですね。あー、もう入らない。はい、ということでルイトンね、気に入ってくれましたね。もっと食べたかった。いや、よかったね。もっと食べたい。ちょっとね、これだけだと量少ないもんね。少ないね、うん、いつも食べてるように比べると全然少ないね。そうだね。まあでも他のおやつとさ、うん、ちょっとミックスしながら、あ、おせんべいとアイスみたいな感じでね、うん、確かに。そうそうそう、そんな感じで一緒にあげるときにアイス選ぶのもいいかなって思います。たまにはね、こういうちょっと違ったね、おやつがいいね。へ気に入った？パチパチパチ。あ、よかったよかったよかった、大成功。よかったよかった。美味しかった。うん、
美味しかったですか？美味しかった人。はーい。上手。今回はピジョンさんのアイスをね、赤ちゃん用のアイス作ってあげてみました。よかったらね、あのお子さんに試してみてはいかがでしょうか。12ヶ月からだからね、ちょうど1歳ぐらいのね、ルイちゃんにぴったりだね。夢中でお皿見てるけど、もう空っぽだから。ピジョンごめんね、空っぽ。ないないね、うん、またね、またじゃあ明日食べようか。初めてのアイス大成功でした。ルイと美味しそうに食べてたねと思った方はグッドボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。痛かったでしょ今はい、なんだっけ、チャンネル登録高評価お願いします。ん